第106回全国高等学校野球選手権大会は8日、阪神甲子園球場で大会2日目を迎え、第1試合で大阪桐蔭、大阪、と高南、沖縄、が対戦。1回戦屈指の好カードは大阪桐蔭が5対0で勝利し、2回戦進出を決めた。大阪桐蔭は2年生右腕の中野大吾、高南はプロ注目のサウスポー田崎総司が先発。 田崎が大阪桐蔭打線をどう抑えていくかが、試合のポイントと見られていた。先行の高難は初回、先頭の山川周宏が内野安打で出塁。しかし、ここは大阪桐蔭の先発、中野が無失点に切り抜ける。その裏、高難の先発、田崎も三者凡退に抑え、両先発が上場のスタートを切った。試合が動いたのは3回。 大阪桐蔭が一死一二塁から一番、吉田正樹の二点タイムリースリーベースで先制すると、続く二番、宮本楽球にも適時だが飛び出し、この回三点を挙げた。さらに大阪桐蔭は四回、三連打で一死満塁のチャンスを作ると、押し出し支球などで二点を追加。試合を優位に進めていった。そんな中、高難も五回に二死三塁のチャンスを迎える。しかし、 9番、かかず大輝の外野に落ちそうな当たりを大阪桐蔭のセンター吉田がダイビングキャッチ。反撃の機会を一した、大阪桐蔭の先発、中野はストレート、スライダーを中心に高難打線に最後まで付け入る隙を与えず、最後まで一人で投げ切り、見事な完封勝利を飾った。勝利した大阪桐蔭の次戦は、大会8日目、第2試合。明豊、大分、 対小松大谷石川の勝者と対戦する。